こんばんは。1月14日木曜日の夜でございます。平山茂と申します。現在時刻は3時50分ですね。だいぶ日が傾いてまいりました。今日はちょっと9号地っていうところに行きたいと思います。この9号地っていうところはですね、まあ言ったら名古屋港、名古屋の港なんですけれども、ここはですね、当時の中学校の同級生たちと行ったんですけど、何しに行ったかが全く思い出せなくて、でもなんかちょいちょい遊びに行ってたんですよね。その何しに行ってたかっていうのをちょっと思い出したくて、その現場をね見たらちょっと思い出すんじゃないかなと、9号地にちょっとね行ってみたいと思います。完全に当時自転車で通ってた頃の道をそのまま走ってます。特に変わってないですね。よくこんなところチャリンコで来たなっていう、まあ自転車が全てだったのでね。にしてもよく来たな、こんなところチャリンコで。右手には名古屋港のね、このシンボル的な観覧車とかありますね。これだっけ、これを曲がるんだっけな、道が。あれ、ここじゃないな、もうちょっと先か、もうちょっと先だな。そう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 、これをね左へ、これを曲がります。これを左に曲がります。はい、そう、これが最後のストレート。ちょっと日も陰ってきました。僕らがね中学校の頃っていうのは今からもう25年前になります。25年も前なので、こんな、これは多分焼却の煙突だと思うんですけど、こんなものもありませんでしたし、遠くに見えるですね伊勢湾岸自動車道、高速道路も当時はまだありませんでした。こんな何もないこの道をずっとひたすらチャリンコで、多分1時間ぐらいかけて自転車で遊びに来てたと思うんですが、なんとなく思い出してきましたけど、釣りをした記憶はないんだよな。あ、思い出したな。ここはなんかね、そうそうそう、日産のカープールみたいなのがあってね、日産の車がいっぱい止まってたりしたんですよね。これが伊勢湾岸自動車道名工塩見のインターでございますね。当時はなかった。さあ、それを登らずね、まっすぐ直進でございます。直進の最後の突き当たりが9号地となります。まあこの辺ももう9号地というエリアなのか分かりませんけれども、このまま突き進むと目的地でございます。なんとなく思い出してきました。そう、目の前にね製鉄所も見えてくるんですよね。さあ、やってまいりました。ここですね。よし、とりあえずちょっとね車止めてみましょう。車が結構止まってるので、釣りをしに来てるのかな、みんな。いや、すごいですね。ああ、はい、懐かしいな。なんか幻想的だな。釣りされてる方いっぱいいますね。1、2、3、4。ここもなんか中学校の頃は行った気がしますね。これ今もう危ないですね。
やなんかいいな。回ってみたんですけどね、ちょっと思い出せないですね。ここに来たことあるのは間違いないんですし、夜中とかなんかいた記憶はすごいあるんですけど、何してたかは全く思い出せないですね。魚がわー釣れたーみたいなのは全く記憶にないですね。ここで何してたんだろうな、本当に。まあでもいい場所ですね。釣りが好きな人にとってはまあいいかもしれない。まあまあ釣れるか釣れないかはわからないけど、結構何気にも水も綺麗ですよね。結構水も思ったより綺麗ですね。はい、ということでね、今日はこの9号地という場所に来たらね、中学校の頃によく来てた記憶が戻るんじゃないかと思ったんですけども、戻りませんでした。全然思い出せないですね。もうなのでもう今日は本当ただ9号地いいとこだよっていうね、いい釣りスポットだよっていうのだけ言います。大丈夫大丈夫、あんなことやこんなこといっぱいしたなっていうことにします。大丈夫大丈夫大丈夫ですから。また明日ですね。また明日お会いしましょうか。いやでも本当に久しぶりに来れてよかったですね。また来ると思います。なんか夕日も本当にいい感じで、まあ映ってませんけども、いやいいですね、すごい落ち着く。大丈夫だよ、大丈夫大丈夫大丈夫、大丈夫大丈夫。また明日お会いしましょう。平山茂でした。おやすみなさい。おやすみなさい。